本庄市中央にあります寿司みさごにやってきました。とても長い歴史を持つお店だそうです。こちら名前から寿司みさごは、大正4年創業で今年で103歳、103年ですね。そうですね、はい、うん、になります。皆様に支えられて、ここまでやってきました。自分は4代目の安藤秀樹と申します。実は今年の5月にですね、5月、はい、改めまして4代目ですね、はい、なりました。この伝統と、また新しく自分のらしい店を作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、昔から受け継がれてきた、マグロの鉄火丼なんですけど、こちらうちの特製のこれですね、はい、そうですね、タレを使って、はい、他の店にはない、はい、出し方でですね、これが一番人気になっております。趣味で多少ゴルフをやりまして、はい、うちの親父が始めててですね、それでお客さんとお付き合いで、今4歳と2歳と0歳の子供に420、はい、お寿司職人としてもゴルファーとしてもそしてパパとしての3つの顔を持つ安藤さんということで、本庄経済新聞がお伝えしました。